昨年の2023年に大阪杯、ジャック・ドール、有馬記念、ドーデュース、オデ・セイシ、史上最年長となる54歳での GI 制覇。自身の通算 GI 勝利数も史上最多となる81に伸ばした。そして今年、前人未到の JRA 通算4500勝を達成した竹豊騎手、ゴー,ゴー。競馬界のレジェンドにふさわしい記録を塗り替え続けてきた竹豊。 その騎手生活を彩ってきた竹豊のベストパートナーとも言うべき名馬たちを紹介。バレーは当時の表記のまま。ボルフォー、ディープインパクト、竹豊のベストパートナー5戦。竹豊にとって最強のパートナーとも言うべき存在。3歳初戦の若駒 S で見せた爆発的な末足が話題となると、サツキ賞、ダービーともに快勝。その軽やかな走りは数々の名馬を知る竹豊に、 走っているというより、飛んでいる感じ、とさえ言わしめた。単勝支持率79.03%という史上2位となる圧倒的な支持を得て臨んだ菊花賞でも中断から差し切り、シンボリルドルフ以来、史上2投目となる無敗でのクラシック三冠制覇を果たした。4歳になると、天皇賞、春、 では3コーナーから一気にまくるって先頭に立つというインパクト抜群のレースを見せながら従来のレコードを1秒も更新する圧勝をマークさらに宝塚記念も楽勝して凱旋門賞に挑戦帰国後はジャパンし有馬記念も危なげなく勝利して竹豊と共に積み上げた G1 タイトルは史上最多タ当時の7勝